新発田市民ではない新潟県民が新発田市に行った時に思うことを考えてみた。バッケンモナメガメン石井田です。どうも、石田正人です。お願いします。はい、今回は新発田市でございます。私、三条市下田出身の石田正人が新発田市に行った時に思ったことを考えてみました。新発田市在住の方もそうでない方もあるあるかどうかぜひチェックしてみてください。それではお願いします。さあ、まず一つ目の新発田市民ではない新潟県民が新発田市に行った時に思うことは、新発田城のこの、おい、登ったら こんな景色です。はい、あの新発田城有名じゃないですかね。はい、綺麗な白色のお城ですよ。あやめ城とも呼ばれてるんですよね。まあ、そこ中入って登ることもできるということで一回乗ったんですけど、そこからもう外の景色パッてね、見れたりとかすると、あ、こんな景色みたいになるのは、あの、自衛隊の新発田駐屯地が目の前にあるから、びっくりしちゃうんですよね。ああ、すごいみたいな。もともとそのお城の跡地というかを使ってたっていう関係性で、もうすぐ目の前にあるんですけど、あの景色もなかなかないですよね。すごい興奮しますよ。いろんなね、自衛隊のこう、軍用のね、車だとかいろんなのがバーってありますから。おーおーってなるっていうね。これもう皆さん、新発田市民の人がそれは当たり前なのかもしれないですけど、初めて行くとびっくりしますね。いかがでしょうか。さあ、二つ目の新発田市民ではない新潟県民が新発田市に行った時に思うことは、一味の、いや、絶対読めない。です。はい。いじみの公園。ね、ありますよ。球場なんかもありますけどもね。はい、読めないですよ。まあ、そもそも新発田が、こう、新潟県民ではない人からすると、なんか読めないっていうのはよく聞くんですよね。新発田みたいな。まあさ、まあまあ、それは柴田はもう読めますよ。当然ね。いじみの読めない。55夜ですから。あれは読めないよ。うん。これね、行った時絶対思うね。初めて見て。55夜公演ね。とかなっちゃう。これ皆さんあるんじゃないでしょうか。さあ、続いての柴田市民ではない新潟県民が柴田市に行った時に思うことは、ゾウニ合戦最高です。行ったことありますか、ゾウニ合戦。僕ね、もう3年連続ぐらいで行ったかな。もう大体その時期ってお仕事が、ね、なかったりするので、行けちゃうんですけど、ありがたい話で。ゾウニ合戦はいいイベントだな。あれはもう、年に3回ぐらいやってほしいよ。要はまあゾウニですよ。お雑煮を、いろんなお店が、全国とかが来てね、お店が、雑煮、お餅が入ってるわけですよ。いろんなものに。例えば、カレー雑煮とか、ラーメン雑煮もあるね。なんとかラーメン雑煮みたいな。麺とお餅入ってるから、まあ、腹パンパンなんですよ。それがいいでしょ。結構リーズナブルに、お腹パンパンになれる。なんで僕はまあ、奥さんとか、あと後輩の大谷くんでの連れて、大体こう、シェアして食べる、たんですよね。あれがいいよなぁ。結構長い距離感ずーっといろんなお店出てるので、本当に一日楽しめるなっていうイベント。で、餅巻きみたいなイベントやるんですよ、雑煮合戦の中で。最後の方に餅巻き、なんかお菓子とか。あの時のなんか、争奪戦感がもうすごかった。もう新型コロナウイルスを早く収まってほしいよ。あれ見てほしい。昔あった家のね、餅巻きみたいな感じで、もう、ばあちゃまがすごいんだから。もう、ブンブン言ってましたよ。あれはすごいですね。雑煮合戦最高です。さあ、続いての、新発田市民ではない新潟県民が、新発田市に行った時に思うことは、月岡温泉最高です。はい。まあ、新発田市も、いろんなところが合併してるわけですけど、僕なんかはね、もう、月岡温泉イコール新発田市みたいなイメージですけど、昔からの人はね、豊浦町なんですよね、月岡温泉はね。でもいいとこだよね。ほんと大好きです。まあ、硫黄の香りもいいし、最近はこうね、温泉街をなんかいろんなお店をいっぱい出して、盛り上げようっていう雰囲気もすごくいいと思いますよ。まあ、ベタ、一番有名かもしれない。新潟県内のね、温泉で。
だけど、まあ、改めて、やっぱすごくこういい場所だなと思うので、僕が今動画上げてる、この2021年7月タイミングだと、県民割っていうのと、柴田割みたいなのがあって、ものすごくリーズナブルに月岡温泉に泊まれるっていうのやってるみたいなんで、ぜひ、はい、チェックしてみてください。さあ、続いての柴田市民ではない新潟県民が柴田市に行った時に思うことは、アスパラうまいね、です。急に広い。アスパラうまいっすね、柴田のね。まあ、柴田以外でも当然アスパラ育ってると思いますけど、なんか新潟に僕が住みます県として戻ってきた時に柴田のアスパラうまいよっていうのを聞いて、こう居酒屋さんとかで食べましたけど、アスパラのイメージ覆しましたもんね。いや、僕はもう正直なんかいろんな炒め物の中の一つの野菜と思ってたけど、アスパラ一つをこう焼いて、それ一本で食べるうまさ、知らなかった。で、あと、肉巻きもこんなにアスパラが違うだけでまた違ううまさになるのかとか、本当にすごいよね。でっかくて太くてさ、これはテンション上がる。アスパラも、以外にもね、柴田美味しいもんあると思うんですけど、特に思ったのは、こう、アスパラのうまさでしたね。さあ、今日最後でございます。今日最後はね、もう、全員がこう、あるあるかどうかちょっとわかんないですけど、僕自身はすごくテンション上がったこと。柴田市に住んでいない新潟県民が柴田市に行った時に思うことは、あ、これ柴田農業？柴農ですか？うわ、甲子園行った時見てましたわー、です。はい、まあ、それぞれにこの柴田農業甲子園に行った時ってどの時か変わるかもしれないですけど、僕は松坂世代、はい、松坂大輔さんが優勝した時の春夏両方出たわけですよ、柴田農業。その当時、やっぱ春の甲子園に行く新潟県勢がさ、まあなかった時代に、富樫投手と、それこそ後に巨人に行く加藤健捕手が、はい、組んだバッテリーで全国行って。いや、応援しましたね。いや、すごいですよね。いや、対戦したのがね、確かね、ソフトバンクのね、和田投手がいる高校だったと思うんですけど、芝の行くっしょって思ってたけど、悔しかったの覚えてますね。いや、それぐらいなんか、僕の中で、36歳、ね、中で、一番最初に輝いた高校は中越高校なんですね、甲子園で活躍して。その次、柴田農業、芝農なんですよ。やっぱ未だに芝農は、おわ、芝農頑張る、なんかね、公立高校を欲しい、みたいな、なんか思ってしまう。はい。熱く語ってしまいましたが、ついてこれてますでしょうか。以上でございましたけど、いかがだったでしょうか。柴田市ね、いいとこいっぱいあると思います。まだまだあるはずでございます。ぜひ柴田市民の方からのコメント、そして柴田市大好きな皆さんからのコメント、じゃんじゃんお待ちしております。それではまた次回でございます。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。